こんにちは、ミルクティーのみたいです。ところで皆さんは昨今2025年に何か起きるっていう噂をよく耳にしませんか？どうなんですかね、本当に2025年に何か起きるんですかね。まあ考えたところで未来のことなんてわかるはずはないんですが、漫画でも映画でもラスボス戦で必ず世界を滅亡から守る戦いっていうのが起きると思うんですけど、現実でも1999年に世界が滅亡するって騒がれたノストラダムスの予言とか、2012年に世界が滅亡すると言われていたマヤの予言とか、やっぱり人間ってどこか世界が終わるということに対して9割の不安と1割の願望があるものなのかなという気がします。僕は最近は中学生の時ほど世界を滅亡から救う救世主になるなんて妄想はしなくなってきたんですけど、今日はこの2025年というキーワードについてある人物とつなげてお話ししていきたいと思います。ちなみに都市伝説とか一切関係なく、内閣府が公表している文書によると、現実に日本に迫っている危機として2025年問題というものがあるらしいです。2025年に日本は団塊の世代800万人が75歳以上の超高齢化社会、国民4人に1人3500万人が後期高齢者という時代に突入すると言われています。これは予言ではなく予測。社会保障、医療、介護、年金、また様々な分野における後継者不足が予想され、個人的には私が見た未来よりもこっちの方が1000倍恐ろしいです。さらにこの問題のピークは2040年で、それまでこの状況はますます悪化していくことが確定しているんですが、予言としても予測としても希望がなさすぎると噂の2025年、55年ぶりの大阪万博もありますし、もしかするとこの年が時代の節目になるというのはあながち大げさではないのかもしれません。そして今日の本題なんですが、実はある人物もまた2025年の日本に対して警告しているというんです。その人物というのがルドルフ・シュタイナー。おそらくシュタイナーの名前を聞いてピンとくる人もいればピンとこない人もいると思いますが、僕の動画を全部見てくださってる方であれば、ミルクティーがシュタイナーに憧れて都市伝説の世界に深く興味を持ったことをご存知なんじゃないかなと思います。ルドルフ・シュタイナーは19世紀後半から20世紀前半に活躍した哲学者、思想家です。シュタイナーは1861年に当時オーストリア・ハンガリー帝国領の小さな村クラリエベックで生まれ、独学で哲学や思想を学び、幼少期から持っていた霊的な感覚を生かして神知学また人知学という理論によって教育や農業、思想、様々な分野に影響を与えた人物。ちなみに神知学と人知学とは何なのかというと、どちらも霊的に人間や世界の営みを観察し理論化したものなんですが、人知学は山の頂点、つまり神の視点からこの世界を理解するもので、人知学は山の中腹から時には神がいる上を見上げ、時には自然を見下ろして人間的な立場から英知を求めるもの。まさに高いビルの上からは街の細部が見えないし、地上からは街全体を見渡せないという中で、シュタイナーは両方の視点から見れる必要があると語ります。世界中のベーシスト全員の憧れがフリーであるように、神秘主義好きの憧れがシュタイナーというぐらい偉大な人物で、霊能力者としての力量も近代最強といっても過言ではないでしょう。そんなシュタイナーが2025年に日本がなくなるという予言をしたという動画が僕の YouTube のおすすめに出てきまして、結構この話が最近有名になってきているみたいなので、今日は僕の視点からこの予言は一体どういうことなのかお話ししていきたいなと思います。なんですが、そもそもシュタイナーの言葉って非常に難解で、そう簡単に理解できるものではなく、まず彼がどのような考え方を持っていて独自の理論でこの世界を認識していたのかという部分についてお話ししていきたいと思います。シュタイナーという人は20世紀最大のオカルティストと評価されることがあります。彼は幼少期から霊的な感覚に敏感で、自分が見ている世界と他人が見ている世界は違うということに気づいていたといいます。いわゆる現実と夢の違いが分からなかったり、自分にしか見えていないものが見えていたりしたんです。その頃に彼は幾何学と出会いました。
幾何学とは図形や空間を対象にしたそれらの性質を研究する学問で、この出会いにより8歳にして物が持つ目に見えない本質について考えるようになります。その後は哲学や建築、芸術、医療、農業など様々な分野を勉強します。さらにシュタイナーが最初に勤めた仕事は、当時発明されたばかりで時代の最先端だった鉄道の電信技師で、テクノロジーも身近なものでした。これがシュタイナーの特殊な部分なんですが、彼はいわゆる霊能力者のように感覚的に物事を語ることをせず、霊的なものをまるで科学のように淡々と理論にしていきました。なので彼はよくカルトみたいな言われ方をすることもあるんですが、シュタイナー自身はむしろ霊能や宗教に対して批判的で、常に彼らと対立する立場だったんです。しかし時代が機械や電気一色に移り変わる時代の中で、果たしてこのままで人間は大丈夫なのだろうかという危機感も持っていて、彼自身は常に自然とテクノロジーの中間を大事にしていました。さらにシュタイナーは自分の理論をもとに学校も作っていて、それは日本でも広がりを見せており、日本の規律や協調性を重んじる教育に対して、教育イコール芸術という特殊なメソッドによるシュタイナー教育として知られています。シュタイナーに言わせると、教師とは芸術家でなくてはならず、先生は生徒の素材を最大限に生かす人生の芸術家だと言います。そしてモンテッソーリ教育とシュタイナー教育、フレーベル教育とフレネ教育は世界四大幼児教育と言われます。またシュタイナーは農業にも深く関わっていて、バイオダイナミック農法という有機農業も生み出しています。女性の方はご存知かと思うんですが、バイオダイナミック農法で栽培された植物を原料としたコスメの代表にベレダがあります。オーガニックコスメとして有名で、ロフトとか東急ハンズなどにも売ってますよね。ベレダはシュタイナーが設立した会社で、商品は天然の原料を用いること、動物実験を行わないことなどの特徴があります。ファッション誌ボーグがこの商品をシュタイナーコスメと呼び始め、後のオーガニックコスメの基礎を作ったと言われています。さて、では教育や医療、農業など様々な分野を発展させたシュタイナーの理論とは一体どのようなものなのか、ここから説明していきたいと思います。これがわかると予言の意味も紐解けていくはずです。シュタイナーはアカシックレコードにアクセスできるアカシックリーダーの一人でした。そんな彼が観察したこの世界を形作る体にはいくつかの種類が存在します。まず体とは何かなんですが、僕たち人間の体は肉体という呼び方をしますが、もし肉体に体がついてなければただの肉です。つまり僕らが体を肉体と呼ぶのには、体がただの肉の塊とは違うと認識しているということがあります。そういう意味で人間にも動物にも植物にも鉱物にもあるのが物質体というものです。これはある種魂の入れ物みたいなことです。ただもし僕たちがただの物質体で、肉や骨や臓器といったただの物質的な存在だったとしたら、それは石とか鉄といった鉱物と何ら変わらないことになってしまいます。なのでそこに宿っているとされているのが生命力としてのエーテル体というもの。エーテルとは生命力のことなので、エーテルが離れた体は死体となります。エーテルと肉体が結びついた時に初めて生きた身体となり、人間だけじゃなくて植物や動物にもエーテルがあるとされています。しかし人間や動物にはさらに進化して取得した体があって、それがアストラル体というもの。アストラル体とは意識を持つ力のことです。例えばエーテル体だけの体というのは、生きているけれど意識がないから、いわゆる植物状態と言われる状態になります。そこにアストラル体が入ることによって初めて意識を持ち、動物らしくなるということです。さらに人間は動物よりも進化していく過程の中で自我というものを手に入れます。自我っていうのは少しややこしいんですが、動物と人間の違いとして、自分自身を私と認識しているかということがあります。もちろん誰も動物の気持ちを完璧に理解しているわけではないので、絶対そうとは言い切れるか分かりませんが、動物は人間に比べると記憶の連続性がないと言われているので、お腹が空いた時にその瞬間に空腹感を感じることはできますが、明日何食べようかな、この前食べた肉美味しかったなみたいな自我はないと言われています。ここが知的生命体とそれ以外の違いと言っていいでしょう。そのように人間には物質体、エーテル体、アストラル体、自我の4つがあって、それはどれも人間にとって必要な要素ということです。
これがわかると人間が眠っている時には肉体からアストラル体と自我が離れている状態とか、夢を見ている時は切り離されたアストラル体がエーテル体に対して働きかけているというように説明することができるんです。ちなみに寝てる時に変な体勢で寝てたら、起きた時に腕の感覚がなくて焦った経験をしたことがある方はいますか？あれっていうのは一時的に手からエーテル体が離れている状態のことだそうで、もしエーテルが全身から抜けてしまったとしたらそれが臨死状態。どうでしょうか？ちょっと聞き馴染みがない言葉ばかりで混乱するかもしれませんが、なんとなく雰囲気だけでも掴んでもらえればなと思います。ではここからもう一歩進んでみたいと思うんですが、そういった鉱物から植物、そして動物、人間と進化していった過程にはサイクルがあって、それは宇宙にも地球にも人類の歴史にも一人の人間の人生にもそのサイクルが起きているっていうんです。そのライフサイクルを教育に応用したのがシュタイナー教育。シュタイナー教育はいわゆる日本の教育とは全く異なります。その一つにエポック教育というものがあり、原則8年間も担任やクラスが変わりません。または日本の学校の時間割って算数とか歴史とか理科とかが1時間ごとに変わるっていうシステムですが、なんとシュタイナー教育では午前中の時間割は3週間から6週間の間ずっと一つの教科をやります。つまり一度算数のエポックに入ってしまったら1ヶ月間ずっと午前中は算数しかやらないってことです。まず人間にとって最も集中できる時間というのが午前中であり、その大事な時間を来る日も来る日も同じ教科を集中的にやることでその世界にどっぷりと浸れます。そうやって知識や思考を点ではなく面で捉えることによって毎時間ごとに違う教科を教えていくというのとは全く違う定着の仕方になるそうです。そして午後には芸術や工作、体育や音楽といった教科に時間を割いていきます。しかしそうなると歴史のエポックが終わってから次に歴史をやるまで何ヶ月間もスパンが生まれてしまうことになるので、前に習った内容ってほとんど忘れてしまいますよね。それに対してシュタイナーはこのように言います。人間は忘れることを大切にしなければいけない。忘れるということは記憶から完全に消えることではなく消化しているということであり、一定期間が過ぎてから記憶の奥に沈んでいた忘れたことと再会することで記憶の断片が再び一つのまとまりとなり、今度は忘れることのない知識になるんです。そして8年間同じクラスと担任というシステムは生徒にとっても先生やクラスとうまくいかない場合のリスクが高く、それは先生にとっても同様です。もし先生と生徒が合わなかった場合に8年間ずっと一緒っても地獄だと思うんですが、シュタイナーにとってはそれだけ権威と愛情を持った教師であること、生徒もだんだんと成長していくことを前提にこのシステムを取り入れていると思います。またそこまでリスクがあると分かっていてなぜ採用するのかというと、この時間的連続性の中でしか育まれないものがあるといい、これはシュタイナー理論において人間は7年周期で発達するというものに基づきます。人間というのは0歳から7歳にエーテル体が育ち、8歳から14歳にアストラル体が育つ、15歳から21歳に自我が育ち、この3段階でやっと一人前の大人になると言います。なのに7年生ではなく8年生というのは、最後の1年間はこれまで見守ってくれていた先生との戦い、巣立ちの期間になります。子供にとっての8年間っていうのはものすごく長く、子供も教師も大きく変わります。そして最後の1年間生徒と教師が戦ったとしても、8年間で築いた関係はそう簡単に崩れるものではありません。また生徒と教師だけではなく親との関係性も深まることによって、お互いに人生を作る共同作業を行えるようになってるんです。ちなみにシュタイナー教育を行ってる学校は世界に700校ほどあり、その中でシュタイナーの神秘思想や宗教的な考えを教えることというのをシュタイナー自身が禁止しているので、学校で魔術とか魔法の授業があるわけではないので安心してください。まあ僕としては魔法の授業とかがあった方が学校に楽しく行けたんじゃないかなと思ってます。そんな感じであらゆることには周期が存在すると考えていたシュタイナーは、この人間界を支配しているものには大きく3つあると言っていて、その周期によってその存在がこの世界に現れると語っていました。その存在というのがルシファー、キリスト、そしてアーリマン。
キリストというのはキリスト教圏のシュタイナーが思う人間をいい方向に導く存在のことを指すので、日本人の僕たちからすると道徳とか神社とか日本人にとってのキリスト的存在だと考えてください。そしてそれ以外に悪魔的存在としてこの世界に大きな影響を与えているのがルシファーとアーリマン。ルシファーっていうのはよく堕天使と呼ばれたりするキリスト教における悪魔に落ちた大天使の長のことです。なのでよく勘違いされている方もいるんですけど、ルシファーってもともとは天使の中のリーダーだったんです。結構僕も若い時なんかは神様とか天使よりもルシファーの方がかっこいいなって思ってたんですけれども、多分僕以外にもそういう人いるんじゃないでしょうか。このルシファーの名前の意味としては悪魔の正反対、光をもたらすものという意味であり、神に反逆した存在。シュタイナーは地球進化のある段階においてルシファーが人間の中に入ったと考えました。それは一体どういうことなのか。先ほど人間は進化の過程の中でアストラル体を獲得したと言いましたが、まさにそのタイミングでルシファー的存在の本質が人間の中に移植されたと言います。ただしそれは人間というのは悪魔的なものであるということではなくて、人間の進化にはそれが必要不可欠だったんです。っていうのも僕たちは人間だからこそ7つの滞在的な強欲とか暴食とか怠惰とか色欲とか嫉妬とか罪深い一面を持っています。アストラル体というのは人間や動物が意識を持つための力と言いましたよね。それはつまりルシファーが僕たちの中にあることによって情熱とか欲望とか何かを表現したいなど自分の欲にまっすぐに向かう激しい心の動きも生まれたんです。動物も生きるのに必死だからこそ狩りをして自然界の中で生存していくために進化して自分の体の形を変えてきた。人間っていうのも生きるために欲望が生まれ、その欲望を満たすためにあらゆる努力をする。その衝動や情熱がエネルギーとなって民族に芸術や文化というものが生まれていくんです。ただし、その衝動が生み出すものが芸術であればいいんですけど、もっと悪魔的なもの、例えばカルト宗教とかドラッグの世界に引きずり込むエネルギーになることもあります。人間ってそうやって規律とか忍耐とかが一切なくなると落ちるところまで落ちていきますよね。だからこそルシファーから生まれた音楽なんかは常に幻覚剤や悪魔崇拝と深い関係にあるんです。それはいわば地に足がつかない人間とも言えますよね。とはいえですね、ルシファー的存在が人間の中に全くなければ、目の前にある誘惑に対して何も思わず素通りして、それを手に入れるために誰も頑張らないから社会もここまで発展しなかった。そして重要なことは、このルシファーが生み出したものには共通の運命があるとシュタイナーは言います。それは生まれては消えるということ。地球上のあらゆる過去の民族文化を振り返ってほしいんですけど、古代ギリシャも古代エジプトも古代インドも一度は大きく花開いた文明も全て滅びましたよね。そのようにルシファーから生まれたものはそれが何であれ必ず滅ぶ運命にあるんです。しかしそれらの民族や文化が消えるとき不滅の部分があって、それが持続する流れ。地球の歴史ってある民族は滅んでも歴史は連続しているということがわかります。あらゆる文化は過去の異様として残るんです。古代インドに起こった文化は今日もベーダという紀元前1000年から500年以上かけて編纂された文書の中に残っています。ただ文書に残っているとは言ってもその中に書かれているものというのは実際に当時存在した頃の文化に比べれば淡い残照に過ぎないということは言うまでもないでしょう。そして古代インドの精神はその後ペルシアを発展させます。別の場所ではエジプト文明からカルデア文明、そしてペルシアへ、その後ギリシアへ、というように全ての文明は後の文明へ移植されていくんです。人間がこのような歴史をたどるのもルシファーによる欲求や情熱、偉大な理想への願いからでしょう。なのでルシファーイコール悪というわけではなくて、ルシファーによる熱い情熱の力が最終的に人間の魂が善に向かうために必要だったんです。というようにルシファーから生まれたものはやがて消えてなくなるということですが、別に消えなくてもいいんじゃないかとも思いませんか。一度生まれた文化はずっと残っていけばいいのにって思うかもしれませんが、なぜそれらが消えてしまうのかというと、ルシファーと真逆の存在がそれらの文化を破壊するからです。その文化を破壊する存在というのがアーリマン。
アーリマンとはゾロアスター教の悪の神で闇を支配する神です。実は人間を支配している悪魔とはルシファーだけではなくて、その逆にいるのももう一つの悪魔。面白いことは悪魔の反対側にいるのもまた悪魔で、同じく闇の力だとしても真逆の力を持っているので、お互いがお互いを破壊しようとするんです。先ほどルシファーに支配されると人間は地に足がつかない、カルト宗教やドラッグにはまる人間になると説明しましたが、アーリマンに支配された人間というのはその真逆、超現実的で合理的な、まるでロボットのような冷たい人間になってしまうんです。皆さんの周りにもすごく冷徹で、口から出る言葉に体温が全く感じられない冷たい人っていませんか？彼らっていうのがまさにアーリマンに支配されているのかもしれません。しかしアーリマンも同様に人間社会を発展させてきました。アーリマンというのは人間の外側の世界から情報として人間の中に入っていきます。彼らは五感という知覚を通して世界を認識して、いろんなものを目で見ては耳で聞きます。すると頭の中に思考というものが生まれて、時々僕らの頭の中ではその思考の意図が絡み合ったりもします。そうやって人間社会の経済とかテクノロジーとか社会システムの基盤というのができていくんです。言われてみれば社会って精神的なものや自然的なものを求める時代があれば、その次には経済とかテクノロジーの進化を求める時代が来て、それが交互に繰り返されていますよね。またお互いがお互いの時代を終わらせてきました。それがカルマです。このカルマというものが人間が工事の次元に近づくための道なんです。さて、ではここで最初に話した予言について改めて見ていきたいと思うんですが、実はシュタイナーは2025年に日本が終わるとはおそらく言っていません。これはあくまでも僕が調べてみた限りなので、もしかするとそういった記述もあるのかもしれないんですけど、もともとシュタイナーっていうのは日本について言及しているところが少なくて、また特定の時期2025年に〇〇が起きるというような発言をあまりしない人間だと僕は思っていまして、今まで20冊ぐらいはシュタイナー関連の本に目を通したことがあるんですけれど、僕はまだ見たことがありません。なのでもし〇〇という書籍の何ページ目に書いてありますよとか、何年のどこどこで行った講演の中でシュタイナーが言いましたよとか、詳しい方がいましたらぜひコメントなどで教えてください。となってくると、一体何がシュタイナーの予言と言われているのか、それこそが先ほど話したアーリマンがこの地球上に受肉するというものなんです。受肉とは何かというと、本来人間ではない神の子キリストがイエスキリストという人間の器として地球上に現れたことを指します。これと同様にシュタイナーはルシファーとアーリマンもこの世に転生すると考えていたんです。みんなも知っての通り、イエスキリストは今から2000年前に受肉しました。そして実はルシファーも紀元前3000年の中国において人間としてすでに地球上に現れたと言われてるんです。ということは次に地球に現れるのはアーリマンということ。このアーリマンが転生してくる時期というのが2000年代と言われていまして、ここで人類が試されるというんです。アーリマンって何でしたっけ？それは人間にテクノロジーを与え、機械的で冷たい存在でした。まさに最近この地球上にアーリマン的なものが現れてきませんでしたか？そう、チャット GPTAI のことです。アーリマンというのは超強力な悪魔なので、もともと人間の肉体にそのまま入っても、その人間が耐えられなくなってしまって、すぐその人の肉体が崩壊すると言われていたんですけど、ということはアーリマンは普通の人間としてではなくて、特殊な肉体や物質体として出現すると思われるんです。ところで皆さんは生活とか仕事の中に AI やチャット GPT を取り入れてますでしょうか？アメリカなんかではすでに起こっているんですけれども、おそらく日本でもあらゆる業界においてチャット GPT が取り入れられ、人間が仕事をするよりも AI の方がスピードもクオリティも高い時代になっていくことでしょう。それは同時に仕事だけじゃなくて生活に関わることも同様。例えば今日の晩ご飯何食べようかなみたいな、人間にとって多少めんどくさいことも全て AI に任せるようになる。実際メルセデスベンツが今後社内にチャット GPT を搭載して、社内で人間が交わしている自然な会話を AI が聞き取って、レストランや映画のチケットの予約もしてくれるようになると言っています。大学の論文も AI が書いたり、
金融取引でもチャット GPT に作らせたファンドが人気の上位10ファンドを蹴散らし、ウォール街で働く人たちの仕事もなくなるんじゃないかと言われ、ゴールドマンサックスの最近のレポートによると、金融関係の仕事の 35% が今後 AI によって自動化されていくと予想されています。またこの20年間日本でも世界でも圧倒的に使われてきた Amazon がなくなると語ったのがビル・ゲイツ。というのも、人々がアマゾンを利用するときに経由する検索エンジン、この検索エンジンや検索サイトすら今後使われなくなっていくので、アマゾンにも誰も行かなくなると語ってます。どうでしょうか、この人間の生活が全て自動化され、 AI に任される未来、そしてこの AI が人体の中に組み込まれる日が来るのだとしたら、それは地球にアーリマンが受肉したと言っても過言ではないのではないでしょうか。ただし最初に言ったように、全てのことには意味があって、破壊と再生を繰り返します。一度全てが機械化自動化に振り切れる時こそが人間が進化するための期間なんです。おそらくこの流れは数十年間続くと思うんですが、そしたら人間は今度人のぬくもりとか愛情とか生きる意味とか、そういうものの大事さに気づくと思います。そしてシュタイナーが語る試練というのは、人間はアーリマンに対抗できるのか、そして乗り越えることができるのかで、今後の人類の行く末が決まるということではないでしょうか。ということで、皆さんはどう思うでしょうか。10年後20年後人間の生活とか行動って、これまでとは比べ物にならないほど大きく変わりそうですよね。まさにその瞬間、僕たちはアーリマンを目撃するのかもしれません。ということで、今回の話は以上になります。シュタイナーっていう人の話っていうのはとても面白いので、今後も話していきたいなと思うんですけれども、今度は別の分野についても話していきたいので、ぜひ楽しみにしていてください。あと、これは僕の世の中に対しての考察なんですけど、2025年に日本が滅亡するという都市伝説が近年多くの人に受け入れられているという理由の裏には、ある意味ありえない未来を想像することで、今後迫り来る目を背けたくなる現実から気をそらすことにあると思っていて、よくあることだと思うんですけど、やばい現実が到来する前により最悪の状況を想定しておくことによって、現実を受け入れやすくするという人間の防衛本能が働いているような気がします。ということは、滅亡の予言が流行る世の中というのは、ユングが言うところの集合的無意識が危機に向けて心の準備をしている状態とも言えるので、ある意味僕たちというのは、これからこの世界に何か起こるんじゃないかという予感をひしひしと感じているということなのかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。